今回、ギャラクシーフォールド、デイ9。いやー、なんとか9日続けてます。で、今回、ちょっと遅くなったんですけど、今回は、こいつを1週間使った印象を3点にまとめて紹介します。はい、まず1点目、フロントディスプレイです。このフロントディスプレイは、メイン画面に対する5画面かと思ってたんですけど、そうではなくて、この中でもう普通に Android が使えます。例えば YouTube とかが、起動して、昨日の秘宝動画がこの日でやっちゃいました。やっちゃいました。こういうふうにして見れたりしますよね。で、これも全画面にすると、こういう状態で見ることができます。例えば Yahoo とかでも、こういう細長い画面ですけど、使い物になりますね。Twitter ですけど、この小さい画面に表示される、この凝縮感というか、意外と悪くないですよね。ディスプレイトントンって叩くと、これでスリープから復帰できたりするんですよね。ここなんかももう、これがきっちり Android として使えるっていう理由の一つでありますよね。このメイン画面の5画面的な扱いじゃなくて、もうこっちのフロントディスプレイだけで、きっちり、Android として成り立ってる。ディスプレイが縦長なんで、QWERTY 配列で入力するのは結構大変ですね。だからこの画面で、日本語入力するときは、これね、フリック入力。こっちの方が実用的ですね。ただね、これ僕の問題なんですけど、フリック入力苦手なんですよね。フロントディスプレイで文字入力してると、今のとこはすごく遅い。なんかちょっとこのいいトレーニングアプリとかあったら教えてください。はい、で、次2つ目、ギャラクシーフォールド、閉じてればスマホで、開けばタブレットっていう感じでよく言われてましたけど、僕が使ってる限りは開いててもタブレットではなくて、開いてもスマホ、開いてもスマホっていう風に感じるのは、使い勝手がそんな変わらないからだと思いますね。で、例えばこれ、Chrome で、フロントディスプレイで Yahoo のニュース記事を表示してるんですけど、これを開いても、同じように大きくこう表示されるだけなんですよね、ニュース記事が。これが多分、開いた時に、レイアウトとかが変わって、PC のレイアウトとかになれば、またちょっと印象は変わるんだと思うんですけど、今はそうではない。こっちに来ても、スマートフォンのレイアウトで表示されるんで、開いた時に、タブレットになるっていう印象は少ないです。で、Android のタブレットが、もう壊滅的なんで、そうじゃなかったら、開いた時に例えばタブレットを想定したレイアウトとかに変わって、使い勝手も良くなるとかっていう風になると思うんで、Android がもう少しタブレットで前進していれば印象は変わったかもしれないですけど、今は閉じても開いてもスマホ、ただ画面が小さいか大きいかくらいの印象でしか正直ないですね。ただね、メディアプレイヤーとしてはもうね、これ超一級品なんで、例えばもう、Kindle とかの端末で考えれば、もうね、こいつはもう最強の Kindle 端末ですね。これ普通に本読むのはもうこんな状態で読めるんで、ページ送りもサクサクだし、ゲームなんかもスマホと比べれば、はるかに大きな画面で表示できるんで、これも迫力は全然違いますね。で、あと YouTube のコメントとかで、これ折りたたむちゃう、開くのがめんどくさそうっていうふうにコメントもらうんですけど、それはね、まさにその通りです。
意外とね、こうパカッて開いて使うコストが高い感じがしますね。最後3点目、正直言うとギャラクシーフォールド色もんだと思ってました。でもね、意外と実用性が高くて生産性の高いツールです。例えばこの開いた時の文字入力なんかも、ソフトキーボードが左右分割して表示されて、で端末をこういうふうにしてフォールドすれば親指でこうパチパチこう入力できるんですね。これね、結構いけるんですよね、慣れるとこんな感じね。結構もう私はこれで使うことが多いですね。でキーボードもね、標準の状態だとまあ高さは変えれるんですけど、まあでもね、目いっぱいまでしたとしても、まあ、画面半分は残るんでね、十分これで、入力した文字を確認しながら、日本語を打つっていうことができます。あとこう分割表示して使えるのも、これも結構いいですよね。まあ例えば何か書き物する時でもこう調べながら書くってことがあると思うんで、ね、ちょっとそういうことができるような作りになっているのがいいですね。ちなみに横にしたらこんな感じで、この画面分割はね、対応がアプリ次第なんで、まあ、例えばこれ、対応してないアプリだと、これスライドしてタスクを表示したとしても分割されずにポップアップとかで表示されるようになりますね。もう一つ、このね、搭載されているメモリが 12GB っていうところも、こいつのすごいところというか、実用的なツールとして使える側面ではありますね。まあ 12GB ってもう PC じゃんっていう感じですけど、まあね、これ今もう 6.4GB 使ってたとしても、まあ、まだまだ余ってますからね。そのメモリとかの絡みで動作が遅くなるってことは、ギャラクシーフォールドに関しては皆無に近いんで、いやーこれはね、メモリたくさんあるといいですよね。Android なんてメモリなんかあればあるほどいい噂だから、この 12GB 搭載してるのはこれ素晴らしいところになりますよね。ただまあね、そのこういうふうに滑って、傷つけたように、まあ、これまでのスマホとはちょっと違うので、扱いづらい部分とかもありますよね、当然。まあそれを見たとしても、これなかなか、私は使えると思いますね。色物じゃない。はい、今回は、このギャラクシーフォールドを1週間使った印象を、紹介しました。で最後、普段はまあこの状態でよく使ってるって言いましたけど、周りのみんなにはこの縦長の携帯、この状態のことを最新のガラケー、俺のすげえだろっていう風にして自慢してます、ね、これだけ見たら本当ただのガラケーですからね。はい、今回は以上です。終了。